にちは。こんにちは。ひろきです。ひろきです。はい。今日はですね、はい、たけちゃんがこの緑の物体を使い始めた。ダイヤインスタですね。3ヶ月ぐらいですか。3ヶ月ですね。経ってたその感想というのを聞きたいなと。聞きますか。実際どうなのか。実際どうなのか。役に立つのかどうか。いやー。まあ、正直言ってこれの感想は非常に難しいです。入れてみて特にデメリットは感じなくて、メリットを感じる事態っていうのにまだ陥っていないと。ただいいことですけど、ただこれを入れてることですごい安心感はすごい感じてます。正直外でチューブレスを直す人も元気と根性がないんで、もうこれを入れとけば大丈夫だっていう、50キロならいけるっていう安心感すごいあります。保険ですね。保険の意味が強いですね。もしかしたら気づかないうちにこいつが助けてくれた時はあるんかもしれないとは思います。つい最近まで、最近もチューブレス問題で空気抜けとったんですけど、最近なくなったんですけど、かなり低圧に乗ることが多かったんですけど、その時に実はこいつ助けてくれてたんじゃないかなっていうことはあるかもしれないです。超最近の出来事なんですけど、もう一台チューブレスで運用しているマビックの方にはインサート入ってないんですよ。それで低圧で乗ってリム打ちでタイヤちょっと下げちゃったんで、もしかしたらこれ入ってたら OK やったんじゃないかなという、ちょっと、時の運なとかあると思うんですけど、もしかしたら助けてくれてるかも。それより低圧でロードバイクで乗ることがあったんで、空気が抜けてきて、もしかしたら知らんうちにありがとうってことが起きてたかもしれないです。そんな感じですね、3ヶ月の印象は。スッと終わったな。まあ、なんかあります、他に。確か、タイヤインサートって YouTube 撮ってました、ね。撮りましたね、ちょろっと。じゃあ、そもそもどんなものかっていうのは、詳しくはそっち見てもらって、まあ、で、どんな感じで装着してるのかっていうのを、ちょうど、やる、オイルセットがあるんで、ちょっとどんな感じか当ててみましょう。当ててみましょうか。まあ、僕は作業してないんであれですけど、前回を。当てるだけで、はい。これ。これですね。これですね。マビックコスミック SLR。高級ホイールの一つですね。まあ、イメージとしてはこういう感じ。ちょっと待ってくださいね。慎重にやります。いいホイールなんですけど、こういういいホイールでリム打ちとかしたくないじゃないですか。したくないです。そういう時にこのインサートがあるとこいつが防いでくれると。かもかな。かも、うん、ある時めちゃくちゃやったらダメの時もあると思うんですけど、過信はダメかなと思うんだけど、このなんていうんですか、助けてはくれるだろうなっていう。そうね、ちょっと行きます。確信入ってきて、ここは今すごい太いですけど、うん、空気が抜けた時に太くなるっていうのがあるんですね。そうね、空気圧でギューッと縮まってるという。これこれで走るわけじゃないですね。これで走るわけじゃない。ここにタイヤが装着すると、いう感じ。はい、でこれがタイヤ装着してると思っていただいて、思っていただいて、グッとグッと踏み込んでしまった時にこいつがリム打ち、まあ要するに干渉してくれるっすね。そう、干渉して完全に潰れ切るのを防ぐんで、ダメージも揺れるも少なくなると、なる。そうですね。まあこいつに関してはロード用って結構空気圧でギューッとこう縮まってるんで、そのリム打ちの防ぐかどうかは正直何とも言えないです。その空気抜けた時に広がるんで、なるほど。その時はリム打ちバンバンバンと防いでくれる、はい、防いでくれるけどっていう。まあ空気めちゃくちゃ細くなってるわけじゃないんで、多分しかある程度低圧の状態だったら膨らんでると思います。あんまりこうマビックじゃなくて、このエンビじゃなくて、ここビトリアの試験動画見たんですけど、エアー入れてもめちゃくちゃ細くなってる感じじゃないんで、ちょっとちっちゃくなる、ちょっとちっちゃくなるぐらいなんで、入れてもさほどその入れてる感はしない。入れてる感は全然ないです。乗り心地は変わる？変わらないです。変わらない。何も変わらないです。この前、はい、ブルベ1200キロのパリブレストパリに出るお客様がいたんですけど、その人もこう入れてるって言ってました、ですね。出先の修理もしないと、走って帰って
いやでも僕も正直どっちか理由打ちとかそっちより走ってなんとか帰るっていうのでメインに入れてますね、うん、走って帰ってくると一番メリットが大きいですよね、うん、でその人もそのブルベの人ブルベの人方もあのよく落ちるチューブレスって修理効かなくなるのってサイドカットなんですよ。あなってくるとチューブ入れてても結局アウトなんで、はい、どっちにしてもサイドカットしちゃうとチューブ入れて直したとこからチューブビヨンって出てくるんで、うん、どっちみち直せないんだったらより快適な方がいいみたいなこともなるほど安心で帰ってくれる方がいいみたいなことも言ってたんでだからこっちと、はい、断然チューブレスかって言ってましたね。あ言ってましたね。チューブレスはいいなるほど。一応その最大時速20キロ未満で50キロ距離50キロですねまで走れると50キロ走ったらどっかでき何もう回避できるとこまで行きますよね。なんとかなるんじゃないかなと。なんとかなりますよね。どっかの駅で輪行とかもやりますよね。しまなみ海道3分の2は走れますからね。正直あの普段の練習とかだったらそんなに遠く離れないって家から全然あの生きて帰れるなと、うん、本当に長距離行く誰も助けてくれないとこ行くんだったらチューブ持っていこうかと、うん、いう感じですかね。なるほどという感じです。で何するんですか。何するんですか。で、まあ、このあのタイヤインサートってサイズがそれぞれ決まってるんですね。はいはいはい。その、うん、ロード用のタイヤサイズにはこれ決まってますよ、まあ、マウンテンバイクにもマウンテンバイクにこれ決まってますで、決まってるので、まあ、そこをですね結構間違えずに使っていただいた方がいいかなと。それはもう一番大事ですね。ですね。サイズに合ったものを全く意味ないかもしれない。意味ないと意味なく入れやすいからって細いのにしちゃダメだとか、うん、結構そのあのチューブって決まってる範囲が広い、はい、広いですね。ですけどこのインナーに入れるこのやつなんで、インサートでもう結構シビアに決まってるんでそこだけちょっと注意してもらって、はい、いう感じですね。あとあと、うん、はい、タケちゃんがドアの空気抜けがあったじゃないですか。ですね、あれ結局あのテープは問題なくって、はい、おそらくシーラントが足りなかったのかなっていう。あ、なるほど。そこですね。はい、まあ、と僕はちょっと思ってるんですけど。僕もそう思ってます。結局あれから抜け収まりましたもんね。収まりましたね。エンビのファンデーション。エンビのファンデーション。クリームテープ貼り替えて。貼り替えて。ちょっとシーラントは多めにというか 60cc ぐらいかな、うん、入れてやれば収まったんで、おそらくシーラントが足りてなかったのかなっていうところなんで、で。これ入れたらちょっと多めに入れた方がいいのかなっていう。そうです。多分多めに入れた方がいいみたいな入ってやったりするんじゃないですかね。うん。なんかあの吸いにくいとはいえ若干シーラント吸っちゃうんで。ああ、なるほど。吸うというより付着するんですよね。付着、そうですね。付着する分があれなんで、うん、多少多めに入れた方がより効果的かなというところですね。あのまあ、僕が使ってるマックオフのやつだったら 45cc ぐらいの量で、うん、みたいな書いてあるんですけど60入れた方がいいっていうのが今回分かったです。あのこういうの入れるときはちょっと多め、うん、これをやってもらえれば僕みたいにならずにいけるんじゃないかなと思います。これで言うと重くなるのが嫌だっていう人もいると思うんですけど、はい、結構軽いですよ。それ自体は軽いです。37g。そんなもんですね。でシーラントが67cc だったら 60g ぐらいですか。だってなんていうかな、あの手袋してるより軽い、なんていうんですか、浮いてる感じがする。いや、まあ軽いです。問題なく軽いです。まあロードレースのレースするレースにとはちょっと向かないかもしれないけど、練習とか、うん、そういうところにはすごくいいんじゃないかなと。ロングライドにはもうまさにこれですね。タケちゃんもロードバイクはインサート必須だとずっと言ってる。いや、もうこれなしでも走れないです。今までってこういうのあんまりチューブレスになるまではなかったんですよ、うん、もうそもそもチューブが入ってるんでこれが入る隙間がないっていう、うん、その新しくチューブレスっていうのが普及してきた時に出てきた
アイテムかなと。もともとマウンテンのもんやってた気がするんですけどね。そうです、もともとね、うん、なんかボードバイクにも、でも全然あのマウンテンってなんか違うっすよね、ちょっと役割が違うかもしれない。やっぱ違うっすよね、うん、マウンテンの方は要するにリム打ちを、リムがメインですね。メインとあとビードロックの意味があると思います。ああ、ロードの方はあのもし何かあった時に帰ってくれるよ、これみたいな意味が強いかなと。でもマウンテンと比べて、まあ、タイヤこうに行き渡るようなこう、うん、しっかり隙間塞いでくれそうな感じじゃないですか、うん、そうですね。ちょっと入れにくいと思うんですけど、うん、なんか入れるコストがあるんですか。装着するとき、はいはい、うん、あのビードをちゃんとこのリムのこの真ん中の隙間に落としてあげると、念入りに、念入りにもう細かく何回も何回も落としながら入れてあげるとはまりやすい。なるほどです。基礎がないですって感じですね。結構硬いですよね。意外と、意外と思いのほか。スポンジだと思って、はい、スポンジだと思って甘く見ると、これあのこう持ったら柔らかいんですけど、こうずっと力を入れていくと途中からむちゃむちゃ何て言うんですか、腰が出て、あのあこれは潰れへんわっていう感じの腰があるんで、ただのこうスポンジではないっていう、うん、なんかもうこれもなんか研究して作ったみたいな言ってますもんね、うん、そう体重が、全体重がここにかかるんで、まあまあ。で、あとこれ入れるとビード上がりやすいです。ああ、なるほど。それはもう、まあ、本当に嬉しい。嬉しい。外すの大変です。外すのはちょっと慣れればいいと思うんだけど。慣れる気がすかね。うん、あの、たけちゃんのこの間直すときに、手でいけたから、あ、いけなかったな。いけなかったで、あれか、あれか、ちょんと使ったっすね。あれ慣れればいけるような感じです。慣れるまで頑張る気にはならない、うん、僕はあのグランピ持ってきます、はい、何ですかね、おとげちゃんが一押しの、はい、一押しのピースだと、ピースだとしたね、必須だと、必須っす、これなしで走ってる気がしないです。チューブレスするならこれをちょっと入れてみたらということでしょうね。多分タイヤが細ければ細いほど、細ければ細いほど本当に必要なんですね、うん、本当にこれさえ入れればだいぶデメリットシューブレスの改善ってのできるんで、安心感が全然違いますね、うん、最悪もう作業せずにこれ乗って帰れる、うん、素晴らしい、素晴らしい。そうですかね、はい、これがビットリアのエアライナーロード、こういう袋に入ってます、はい、でサイズがタイヤサイズによってもこれ28なんで、ね、これ M サイズですね、はい、真ん中の M サイズ、はい、なるほど、はい、で金額が、はい、この1セット片方で6000円前後になります。でこの専用バルブですね、この専用バルブも用で来てるんですよね、はい、これあのもらいましょうこれですね、あのただのバルブじゃないんですよ。ここのまっすぐこう貫通する穴とここにまあインサートがピタッて当たるんで、この横からちゃんとシーラントと空気が出るように横にも穴が開いてるっていうバルブになりますんで、インサート用のバルブですね、はい、インサート用バルブ、これあの必ずってインサート入れるときは使ってくださいというコンセプトですね。それまあバルブついてきて、まあ、安くはないですけど、うん、外であの作業を考えすると考えたら安いです。外でチューブレスパンク直してなんとかしろっていうのが嫌なんで、お金払っても誰かにやってもらいたいんで。これあの再利用もちゃんとできます、再利用もできますんで、はい、というですね、そのとこですか、そのとこですね、ビットビアエアライン、まあ、タイヤインサートですね、はい、カバンもついてきますからね。これをまあまあこれをサコッシュ側に小学校ぐらいの時作ったっすね。買っていただければと思います、気がするんで、ぜひ、はい、ということです、チューブレス、チューブレスぜひ入れてください、インサートよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ありがとうございました。